監督は一緒なんやけども選手が違うだけで、選手がもう率から、ね、盗塁から何回何まで全部落ちてるっていうことなんだよね。そういう意味では岡田監督は別に悪くはないな、選手がレベルアップしてないっていうこと、レベルはダウンしてるっていうこと。坂本とか梅野ね、ここにチャンスが非常に回ってきとった、ずっとこの前半がずっとそこで打てないんですよ。だから木浪を7番に持っていったっていうことですね、うん、それはもう基本通りやってないということ、うん、もうこれはもう私だけじゃなくて吉田さんも言ってるし、もう基本通りの練習キャンプから全然できてないのね。僕らずっと見てそれをずっと言ってるんだけども教えないというかね、平田ヘッドコーチというのは何回も言ってるんだけどもそれはできてないということですね。まあまあバッティング変えたということ、変えたというか岡田監督が変えたということでね、後ろに残さずに前をステップしてくるっと回るような形になったり、こうそっくり返って打つような感じだったよね。それがスムーズにくるっと回るようになった、駒のように駒がこうなったら倒れてしまうの一緒で、駒がまっすぐ来てくるっと回るようなバッティングできるようになってきたよね。それが良くなった勝負だね。荒削りなんですけどもね、あとはそういうどういう意味かな、対戦ピッチャーの配球とかいろんなものを頭に入れて、あとはもっとミート力というかね、芯で捉えることをやればいいかなと思ってますね。割とねバッターはこのバッターはものすごい傷があるんだよね。こんなここっていう傷がないね、どこにも傷があるので、ね、どこでも打ってるわけよ、うん、だからミート力やね。あ、いいですね、まあ、彼はピッチングを知ってるというかね、もう持って生まれたもんでしょうね。これ持って生まれたもんでピッチングもよく知ってるし、相手の配球に対しても配球もうまく持っていってるし、もう天性なとこあるね。そういうピッチャーとしての天性を持っているピッチャーでね、あるいは今の阪神で持っているピッチャーおらないと思います。セカンドの遠藤とか戸井とかいろんな選手おりますよね。こういう選手もっともっとね鍛えてないのよね、教えてないというかね、やっぱりこういう若い選手もっともっと基本からきっちり教えられるコーチが必要だと思うね、うん、やっぱり1、2番でしょう。1、2番がまあ相手チームでもそうですけど、このバッター打たせたらいかんというバッター多いじゃないですか。このピッチャーこのバッター打たせたら乗ってくるなという、チームが乗ってくるなというバッターをやっぱり近本であり中野よね。そうだね、もうちょっとこの去年のことを思い出してね、やっぱりあの時代のあの時の気持ちでなってやってほしいなと思う。いろんなことを雑談を入れずにねやってほしいなと思う。野球に徹してほしいなと思います。